日本の酒情報館は全国で1700社ぐらいある日本酒、本格焼酎、泡盛、それからみりんのメーカーが作られている、まあ、日本酒造組合中央会というところが運営している、まあ、広報の施設になります。常にですね、約100種類のお酒を置いています。大吟醸から、まあ、熟成酒とか純米とかっていういろんなタイプのお酒も網羅して、それからあと、まあ、北海道から九州、沖縄までこういろいろなエリアにちゃんと網羅できるように、それからあと、まあ、季節季節のお酒というのがあるので、そういった季節のお酒っていうのもその中で体験ができるようにということで、セレクションを毎月しているところです。同じ醸造酒の仲間で、まあ、ワインとかビールっていうものがありますけれども、そういったお酒と比べて、まあ、日本のお酒の一番の特徴っていうのは、麹っていうものを使っているのが一番大きな特徴なんですね。その麹由来の、アミノ酸が含まれているのがすごく特徴ですね。アミノ酸というのは旨味の成分になるので、旨味があるというのが日本酒の特徴になるのかなというふうに思います。まあ、日本酒とか焼酎って、まあ、普段皆様の家で召し上がったり、あとはまあその飲食店さんで召し上がることが多いと思うんですけれども、まあ、ただそういうところで飲食店で頼んでも、まあ、一杯頼んでしまうと一杯飲み切るのが大変なんですよね。だからなかなかたくさんの種類をこう飲み比べるっていうことができないと思うんですけれども、まあ、ここの日本の酒情報館の特徴は、たくさんの種類を、まあ、少量ずつ飲み比べができるっていうのが多分一番特徴じゃないかなというふうに思うので、まあ、ぜひお酒に興味があったら、まあ、自分の好みを知るためにもですね、いろんな酒を飲み比べてみて、自分の口に何が一番合うのかなっていうのを見つけていただければなというふうに思います。